心の凝りがちょっとほぐれる優しい人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。で、今日のレターはですね、グループ LINE から、退会したいという方からのご相談、そして、後悔、長年悔やんでいることがありますと、おばあちゃんを看取ることができませんでしたという方からのご相談、そして、勉強、試験勉強なんかについてのご質問が来てますので、こちらも最後にお答えしたいと思います。はい、というわけで最初の方です。鍋友ネームナミさん。大輝さん、ゆみさん、たそたそ、こんにちは。こんにちは。お二人のラジオが大好きでいつも聞いています。今回はグループ LINE の退会の仕方について相談したくレターしました。退会したいのは大学時代のゼミの同期 LINE で、同期は私含めて4人、私以外皆男性です。彼らは大学時代私の体型をいじったり、他の女性の見た目をこれなんて読むやろ、他の女性の見た目をふんしたり、貝に貧乏の棒と書いてけなしたりか、あ、けなしたりって読むや、これ貶めるっていうね、読み方もするんですけど、けなすという使い方もあるんですね。はい、失礼しました他の女性の見た目をけなしたり格付けしたりするような人たちでした。当時は彼らの言葉に傷ついたり軽蔑したりすることもありましたが、同期ということもあり仲良くしていました。卒業後は勤務地もバラバラで会うことはほとんどありませんが、数年経った今も時々グループ LINE が発動し、近況報告やくだらない会話で盛り上がっています。私は時々反応する程度ですが、興味もないし嫌いな彼らの近況報告など聞きたくありません。今選択肢は3つあり、1、黙って退会する、2、何か一言言って抜ける、3、退会せず我慢するのいずれかです。表面上は仲良くしてきたため角は立てたくないけど、ストレスもそろそろ我慢の限界です。一言言う場合、何かうまい伝え方はあるでしょうか。お二人や鍋友さんのご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。はい、ナミさん、レターありがとうございます。うん、グループラインね、抜けたいということなんですけど、そうですね、今日はじゃあ結論から言ってみようかな。僕の結論はですね、選択肢3つのうちやったら1番目を推奨したいですね。黙って退会する。うん、僕やったらこうします。1番。どうですか、ナミさん的には。3つ選択肢あるんですけど、ありな方でした、なしな方でした。多分ね、3つ選択肢ある中でもこうお気持ちね、こっちに傾いてるとかあったかもしれないですけど、どうですか、やっぱりってなりました、それでも意外って感じですかね。僕はね、黙って退会したいな、このラインやったら。んで、僕自身もね、あのラインのグループライン黙って退会したことあります。はい、あの別にまあ同期みたいなね感じの、ナミさんと似たような感じのカテゴリーのグループやったんですけど、まあ別にその人らとね、もうなんか、まあ会うこともないし、で、理由は別に違う、その人らを嫌ってたとかじゃないんですけど、理由は別にはあるんですが、まあもう退会したいなとなって、もうその時黙ってね、何も言えずに抜けますとかね、なんか一言も言わずにポーンって抜けたんですが、それ抜けてからね、今、何年経ってるかな ?3 年、4年ぐらいは経ってんのかな、何のね、何の悪影響もないですね。うん、まあ自分が知らんだけかもしんないですけど、でも知らんってことはまあないのと一緒かなと思うんですよ。その自分、そのライン抜けたとかね、そういうことに関しては。裏でなんか言ってたかもしれないですよ。でも多分ね、3年経った今まだ言ってるってことはないやろうし、言ってたとしても、どうしたんやろうとか言ってね、なんで抜けたんやろうとか。当時はもしかしたら言ってたかもしれないけど、それもね、もうどうせ1日2日のね、数日ぐらいのもんで、もう抜けたことについて誰からも何も言われなかったし、まあ、別にその後連絡取る用事もなければ会うこともないんで、まあ、完全にもう自分の世界からその人たちが
消えたというかもう見えなくなったって感じですかね。だから僕自身は、まあそれで何の不都合もないし、まあスッキリしてるし、ね、なんかこう肩の荷が下りたというか、まあ、はい、さよならっていう。それだけなんで、まあもう抜けちゃったらさっさとね、そんな嫌なね、グループやったらもうさっさと抜けちゃったらいいのにって思うし、その時に一言なんか言ったりする必要も僕はないと思うんですよね。そんなグループに入ってる他の人たちからしても多分どうでもいいことやと思うんで。うん、だからナミさんは、まあさっさとね、その嫌なラインからは抜けて、まあご自身のね、楽しい日常を送ってほしいなと思うんですよ。なんかそのグループのラインね、消したりミュートしたりしてもこう時々発動するわけじゃないですか。で発動したらいくらその通知オフとかにしてても上に来るじゃないですか、ライン。で上に来るたんびに、あいつらかと嫌なやつらかとこう思い出すし、で私の体型をいじったり他の見た目の、他の女性の見た目をけなしたり格付けしたりって、それもう一番やったらあかんやつじゃないですか。そういうのはね、もう小中学校で、あ、やったらあかんねやって学んでね、やらないのが大人かなって思うんで、まあやっぱりね、なんていうかな、ちょっと、ナミさんにとっても良くないグループやったやろうし、まあ普通に旗から見てても、なんかその精神年齢がね、その、幼いというか、いつまでそんなことでね、盛り上がってんのってちょっと思いますけどね。だからナミさんはね、早く、もうグループラインから抜けて、穏やかな、ね、日々を過ごしてください。で、ちなみに、まあ何か一言言って抜けてもいいんですけど、いいんですけどね。まあ結局抜けるっていう結論は変わらないんで、まあいいんですが、あえて黙って抜けるのを推奨してるのは、なんか一言言おうとすると、なんか何言おうとかって迷わないですか？何言おうって。で、そこでなんかもう変に迷ったりするし、で、言ったからには、なんか反応が誰かから来てから、あるいは全員の反応とかが来てから抜けた方がいいんかなとか考えたりするじゃないですか。で、反応が来たらそれに返すのかっていう、なんかそのラリーが発生するのか、でも抜けますねって言って誰も既読スルーで誰も返事くれへんかったら、え、もういつ抜けようみたいな。一日待とうかなとか、もうなんかややこしなるじゃないですか。こう、一言言うことによって、なんかその後の行動がどうなるかちょっと予想つかない部分もあって、それでなんか、もう、もやもやというか、もう煩わしいんで、もう抜けると決めてるのであれば、もう何も言わずにパーンと今すぐ抜けちゃう。でもナミさんはもう今この聞いた瞬間にグループの LINE ね、退会するっていうボタンをピッと押して抜けてほしいなっていうぐらい、もうさっさと抜けていただいたらいいんじゃないかなと僕は思います。レターありがとうございました。では続いてです。ナベトのネーム、ところてんさん。大輝さん、ゆみさん、たつたそ、こんにちは。こんにちは。大好きな渡辺夫婦に私が長年悔やんでいることを聞いてもらいたくレターしました。それは祖母の死に際に立ち会えなかったことです。当時祖母が病気で余命宣告された後は頻繁に実家に会いに行くようにしていました。過去片道2時間。しかし私は当時新社会人で疲労が溜まっており、予定通り会いに行けない時もありました。さらに亡くなる前日、父から祖母が少し元気がないと連絡を受けたにもかかわらず、予定があったため帰省が1日遅れてしまいました。その結果、私が実家に帰った数時間前にはすでに祖母は息を引き取っていました。祖母のことは大好きで、生前たくさんの楽しい時間を一緒に過ごしたことは後悔していません。私が後悔していることは、余命宣告後も一見元気そうに見えたため、事態を深刻に捉えず祖母に会いに行くことより自分の都合を優先したことです。もっとたくさん会いに行けばよかった。父から連絡を受けた時すぐに帰省すればよかった、もっと祖母に感謝を伝えればよかったと後悔してもしきれません。何度も祖母が夢に出てきて、夢の中では会いに行けなくてごめんね、今までありがとうと伝えられるのですが、現実では伝えられません。後悔するたび祖母を思い、今の自分の家族を大切にしようと思いますが、長年自分を許せません。大輝さん、由美さんならこのような思いとどう向き合いこれからを生きますか。はい、ところてんさん、レターありがとうございます。これね、お聞きになってる他のね、鍋友の皆さん、
ところてんさん以外にもたくさんの方がこの放送を聞いてるんですが、おそらくね、このところてんさんのレターを読んで、なんておばあちゃん思いのね、方なんやろって思われたんちゃうかなって思います。少なくとも僕はそう思いました。もう、おばあちゃんへの思いがね、すごい溢れてますね。まあもう誰かとね、別に比較することではないのかもしれないですけど、まあもう十分おばあちゃんに感謝とか思いとかね、伝えてきたし、伝わってるんちゃうかなってね、まあ旗から聞いてると思っちゃうんですが、ところてんさん、長年悔やんでますということで、長年自分を許せませんということで、なんかこう気持ちが消化できてない部分があるんですね。これ長年っていうのは何年ぐらいなのかな。当時は新社会人ってことなんで、今はねおいくつの方で何年間それをこう引きずって、後悔していらっしゃるのかなっていうのはわからないんですが、まあ長年と書かれてるので多分数年レベルではないんでしょうね。10年以上、もしかしたら20年以上とかかもしれないですね。いやーでもご立派ですよね。その新社会人でね、それ忙しいと思いますよ。忙しい中、片道2時間かけてご実家にね、結構帰られてたようじゃないですか。もっとね、会いに行けばよかったってことなんですけど、まあ多分ね、結構帰られてたのかなと、顔見せてたのかなって思うし、まあね、その父から元気がないって連絡受けて、1日遅れて行ったら会えなかったってことなんですけど、まあそれでもね、少し元気がないっていう連絡を受けて、ほな帰ろかって言って実際帰るってね、なかなかできることじゃないと思いますよ。ああそうなんや、でもいろいろ忙しいからまた今度ねってなる人が結構多いんじゃないかなってね、まあ僕の感覚では思うんですけど、あ元気ないやったらちょっと会いに行かなって言って、まあ一日ねちょっと予定があったからその翌日ってなっちゃったわけなんですけど、それでも会いに行ったわけなんでね。いや、やっぱりね、なんかこう、おばあちゃんお前の方やなって思うし、そういう思いはね、多分ね、生前からしっかり伝わってたんちゃうかなって思いますけどね。なんかこういうのって、こう、つけ焼き場じゃなくて、なんか滲み出てくるじゃないですか、その思い、気持ちっていうのは。それがね、もうところてんさんの、その、表情とか、目とか、言葉とか、態度とか、ね、そういう姿からもうおばあちゃんにね、もうしっかり伝わってたと僕はねそう感じました。で、まあただね、やっぱりこの悔やんでる気持ちっていうのも正直なところじゃないですか。だからそれはね、正直でいいと思うんですよ。悲しい時は悲しい、悔しい時は悔しいね、いくらその人からね、いやもうよう帰ってたと思うよとか伝わってたんじゃないかなって言われたとしても、自分で納得いかないね、もっとこうしてればっていう思いはなかなか消えないと思うんで、それはそれでね、やっぱ自分で、大切な感情なんで、ご自身のね気持ちも大切にしてほしいなと思います。でその上で、まあいくら噛み締めてって言ってもやっぱしんどいじゃないですか。後悔、なんでやらんかったんや、あの時こうしてれば、自分許せない、あの時一日遅らした自分許せないって思い続けるのもしんどいと思うんで、まあうまくね、その感情となんかお付き合いしていきたいところでもありますよね。っていう時に、やっぱね、僕はところてんさんには人に話すのを、ちょっとお勧めしてみようかなって思います。こんな感じで、こうレターね、今回書いていただいたじゃないですか。この話って、結構他の身の回りの方にされましたかね。ご家族とかご友人とか、実はそのおばあちゃんがいて、で最後会えなかったんで、それを悔やんでんのよっていう話とかされたことありますかね。僕は結構この自分の気持ちを誰かと共有するプロセスを通じて、結構こう気持ちが楽になったり、ところてんさんなりのなんかこう新しい道とか価値観とか考え方、この自分の自分を許せないという気持ちへの向き合い方がなんか見えてきたりとかしたりするんじゃないかなという気はするので、まあ単純にこう人に話すとなんかスッキリしたりとかねするじゃないですか。いろんな愚痴とかもそうですけどね、なんかそういうことをぜひされたらどうかなっていうのは思いました。もしね、あんまりされたことないのであれば、やっぱ自分一人でね抱えるっていうのはしんどいですよ。誰かにね、ちょっとお裾分けというか、ちょっとこう重たい荷物持ってんねんと、ちょっとこれ持ってみてみたいな、これ重たいっしょみたいな、
うん。まあそういう感じでね、シェアしてみたらいかがかなと思います。カウンセラーの方をね、頼るっていうのも一つやと思うし、もうとにかく自分の思ってることをもうバーッとね、聞いてもらうっていうことですかね。はい。ところてんさんがね、心穏やかに過ごせますように、祈っております。レターありがとうございました。では、続いて最後の方ですね、匿名の方です。26歳会社員女性の方、ゆみさん大輝さんこんばんは。配信の通知が来るたびにワクワクしている26歳会社員女性です。私は今社会保険労務士の勉強をしています。2023年度の試験が8月27日にあるので、息抜きに配信を聞きながら追い込んでいるところです。今年は難しいかもなと思いながら、たとえ落ちても、来年もまた挑戦したいと思っています。ただ、資格の勉強を仕事と両立させたり、モチベーションの維持に苦労しています。ユミさんと大輝さんは以前、宅建士の資格勉強をされていたと思いますが、その時に工夫されていたことはありますか？はい、というわけで、試験日はもう過ぎてますね。お疲れ様でした。8月27日というわけで、どうだったでしょうか。もしかしたらその試験前に聞きたいなと思ってレター送っていただいたかもしれないですけどね、8月16日に送っていただいたんかな。すいません、ちょっと10日やと間に合わなくて、ちょっと試験後の配信になってしまったんですが申し訳ございません。いやー、いい結果がね出るといいですね。まあ難しいかもなと思いながらということなんですが、まあ努力がね報われることを祈っております。で、ですね、ご質問としては、あ、そうそう、宅建士ね、3年前、4年前かな、宅地建物取引士の資格を僕と、妻は同じ時期に勉強をね、初めてし始めまして、資格をね、取得することができました。不動産投資やってたりもするんで、一応ちょっと宅建士の資格ぐらい持っとこうか、ということで勉強をね、やったんですが、あの時は頑張りましたね。資格試験でなかなか久しぶりだったんですけど、頑張って勉強して、一応ね、1年目でちゃんと受かって、勉強期間どれぐらいやったかな、2、3ヶ月ぐらいやったかな。結構集中してね、短期集中で追い込んでやりましたね。で、僕的にはこれ資格試験の勉強法のコツなんですけど、資格試験に限って言えばやっぱりね、圧倒的に過去問演習をやり込むことが一番鍵かなって思います。もちろんその前提となる知識、教科書的な知識を取得することっていうのも大事なんですけど、知識ばっかり身につけてね、教科書だけ線引っ張ってても試験勉強ってやっぱ取れないし、資格試験って大体ね傾向があって、過去問のまあ同じような使い回しがよくあったりとか、大体この分野から一問出るよっていうのが、まあ過去問のね傾向って大体あるんですよ、資格試験って。ってことは、今まで過去問ってやっぱり残ってるんで、それをしっかり勉強して傾向と対策をつかんで、まあ問題慣れしておくっていうのが資格試験においては大事かなと。大体そのマーク式とかでね、選択式の問題が多くて、なんかこう論述したりとかね、自分の頭で考えて解くのって少ないんですよ。まあ大体もうなんか暗記して、その試験勉強の過去問ベースの似たような問題が出てきてそれ解くっていうのが多いんでね。だから過去問が大事やと思ってます。で、まああと教材もそうですね。僕はその宅建士の時にスターディングっていう、なんかそのオンラインでビデオ授業が受けれたりとか、なんかその、丸×式のなんかこう問題演習ができたりする。まあそういうサービスをね、もう投資やと思って、利用して。だから本とか参考書普通に買うよりはやっぱり高いんですけど、でもこう自分の知らん分野の勉強を本だけでやっていくのってしんどいなと思って、なんかこう、プロの人がね、解説してくれるので知識入れて、で問題演習やっていくっていう方が僕のスタイルに合ってるなと思って。あ、僕ね、大学受験の時、東進衛星予備校行ってたんですよ。東進衛星予備校って言うと、ビデオ授業のね、塾でして、林修先生とかもね、講師がしてたんですけど、だから僕、林修先生の国語の授業とか、高校生の時、ビデオでね、受けてたんですけど、そのビデオ授業っていうのが結構僕に馴染みがあって、だから、その、宅建士の資格勉強するときも、ビデオ講義のあるスタディングっていうサービス、加入して、そのビデオを見てね勉強してたりもするんですけど、そうやってまあ自分の
まあ相性とかもあると思うんで、どれやったら吸収しやすいかな、勉強しやすいかな。まあビデオ授業とかやったら、例えば移動中とかにもね、電車乗りながらとかにも見たりとか、家事しながら見るとかもできたりするんで、まあそういう環境に応じて最適な教材選ぶっていうのも一つコツかもしれないですよね。はい。で、最後になんですけど、これがね、やっぱ一番大事かもしれない。さっきも一番って言ったかな。まあ、どっちが一番か分かんないですけど、こっちも大事。それはね、とにかくやることですね。もう最後は根性論になるんですけど、もう勉強はもうやるしかない。もうそれがね、特に大人になってからの勉強ほどそう思います。もうね、資格勉強って別になんか、なんやろな、その東大受験とかじゃないんで、まあ、やりゃね、ある意味誰でも受かる試験だと思うんですよ。こういう試験って。どれだけやるか。人によってね、そのやるの時間違うと思いますよ。100時間でもう余裕で受かっちゃう人もいれば、300時間かけないと受からない人もいるし、まあそのやる、どれだけね、やるかっていうのは人それぞれかもしれないですけど、まあ、ちゃんとやれば、それなりに受かるのが資格試験の、まあ、いいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですよ。いいとこっていうのは、まあ、やってちゃんと勉強して過去問演習しっかりしたら、まあ、受かる可能性はしっかり上がっていきますよっていうことで、悪い点で言うと、その勉強がしんどいっていうことかな。もう知識をひたすら入れて問題演習していくっていう、その時間がかかるねことをしないといけないんで、でそれをもう働いてる中でこなす、あるいは家事とか育児しながら勉強もするっていう、その両立させないといけないのが、この大人の資格試験のね、一番しんどいとこやと思いますね。で、僕らはその宅建士の資格取りましたけど、あの時はまあフリーランスで、まあ割と時間の融通ね、いくらでも効くような、状態やったんで、もう宅建の勉強一日に何時間もしてやれたんで、短期集中で行けましたけど、これだからもう平日朝から晩まで働きながらとかやったら、もう平日そんな勉強する気力もないし、土日も寝たいしとかで、いやーしんどかったやろうなと思います。だからもう最後はもう気合で、もうどんだけしんどくても1日5分でもいいから勉強するっていう、その気合と根性と、まあ、スケジューリング、あるいはまあ、人間のその体力とか時間って限界ある。特に時間って1日24時間ってみんな平等にありますよね。で、体力もまあ無限じゃないじゃないですか。まああれもやってこれもやって朝から何でもやってってね、やっぱ寝る時間は必要やし、仕事の時間もあるし、休憩ももちろん必要やし、でその中でじゃあ資格の勉強入れようと思ったら、なんかを削らないと入らないですよね、物理的に。そうだから優先順位をつけないといけないですよ。そのどれだから勉強、資格の勉強を1日何分何時間入れるために、その分じゃあ何を削ろうっていう話で、睡眠を削るのは一番良くないと思うんですよ。やっぱりそれだと持たないんでね、結構長期戦やし、まあ、本業とかもあるわけなんで、睡眠はしっかり確保した上で、じゃあ何削るっていうと、まあ、何でしょうね、日頃の家事とかも、まあ今まで結構掃除やら、料理やら割としっかりやってたのを、まあいい意味で手抜くっていうんかな、勉強の時間確保するために、まあ、家電に任せるもんは任せたりとか、あるいはまあそのちょっとクオリティ下げる、掃除の頻度下げる、料理の品数減らすそんなんでもねいいと思うし、お惣菜増やすとかね、うん、あるいはまあなんか通勤の時にいつも、漫画読んでますっていうことであれば、その漫画を、勉強の教科書にしてみるとか、うん、やっぱこう全部ね詰め込もうとすると難しいんで、何かを削る、我慢するっていうのは、まあ、やっぱり一時的でも必要かなって、それが嫌なんですけどね。だからまあ僕もそうでしたけど、資格勉強のモチベーションの維持に苦労してますって書かれてるんですけど、僕はじゃあ何がモチベーションになってたかっていうと、また来年も勉強したくないっていうモチベーションでしたね。めちゃネガティブなモチベなんですけど、またねこんな勉強、また来年も、しかも資格勉強って年に1回とか2回とかしかないじゃないですか。試験あかんかったから、またじゃあ明日受けようってしたら、知識もまだ覚えてるんで、いいですけど、来年ですって言われたら、じゃあせっかく今まで短期集中っていうか、その頑張ってきた勉強をまた忘れて、それを
思い出すとこから始めないといけないじゃないですか。あるいはじゃあまた1年ずっと勉強し続けるのって言うと嫌やし、勉強したないし、そういうなんかもう嫌やっていうのが結構モチベーションでしたかね。だからまあそうですね、いろいろ勉強時間確保するためには我慢もせなあかんし、ほんまゲームしたい、漫画読みたい、ね、ダラダラしたい、でもその時間をやっぱ勉強に当てて頑張らないと、時間かけないと資格って合格できないんでね。だから一言で言うとやるしかないっていうのが僕の回答です。根性論ですね。はい、社会保険労務士の勉強してますということで、ね、結果がいいものだったらいいですね。もしあかんかったとしても来年ぜひ頑張ってください。でまた、資格試験控えている鍋友さん、皆さん頑張ってください。ささやかに応援しております。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。資格試験について過去にもね、いろいろ話した回があったかと思うので、放送の説明欄に、そのリンク載せておきます。資格のね、勉強についてもうちょっと聞きたいよとか、いう方はぜひそっちの放送も合わせて聞いてください。はい、このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひよろしくお願いします。すでにチャンネルをフォローいただいている方は、今日も聞いたよーの合図としてコメントやいいねをいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定の声日記では、普段なかなかできないようなディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜日の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信です。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ほな。ポッドキャストでお聞きの皆さんへお知らせです。渡辺夫婦の二人ごとは音声配信アプリのスタンド FM というね、アプリサービスをメインの配信先としています。こちらでは6話先行公開中でして、放送にいいね、コメント、そしてレター、これらをね、送っていただけるのもスタンド FM だけとなっております。またアプリ限定の放送やライブ配信なんかもやっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。スタンド FM は放送の説明欄の URL からチェックいただけますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた。